曲は木田志央決定戦。えイエイイエイ、どういうこと、はい、ということで名前の通りです。じゃあもうそろそろやっていきましょうか。ちょっといつも説明足りてないな。お前ら引き出し王になりたいか。俺は引き出し王になる。声ガラガラということで、引き出し王決定戦って何ぞやと、はい、王決定戦ってことはみぞうさん一人じゃおかしな話ですよね、うん、ということで対戦相手、うん、スタートコバ。イエーイ、おーコバさんがついに、はい、コバ対みずほの引き出し王決定戦対決になります。さあ、ずっと引き出し王引き出し王言ってますけど、簡単にルール説明すると、はい、お互いに NG ワードを5個くじ引きで引いてもらいます。で、その NG ワードは相手の NG ワードになります。なんで会話の流れでその NG ワードを言わすような誘導をして、なるほどね、はいはい、まあ、よりポイントを稼いだ方が勝ちという形になります。引き出しつつ引き出されないように、そういう引き出しね。まあ、便利グッズは面白いのいっぱいあったんで今度紹介したいなってことで、コンビニの新商品紹介とかありそうな YouTube を撮ってる映像とともにその駆け引きをやってもらいたいな。負ける方コンビニのご飯をおごってもらいますと。で、特別ルールとして自分の NG ワードに気づいたら NG ワードチャレンジ2回まで使えます。こいつ私に野球って言葉引き出させようとしてねって思ったら NG ワードチャレンジお願いしますと、はいはいはい、申告してください。正解した場合5ポイント差し上げますと。気づいたら相手はもうノット引き出しようです。その異名は差し上げますよ。ちょっとやっていきましょう。はい、 NG ワードをくじ引き引いて相手に見られるとまずいんで、うん、一人一人外出て待っててください。 OK です。ではまずみぞうさんからいきましょうか。コバさん一旦外へ退場してください。いってらっしゃい。しゃあ、じゃあ早速コバさんの NG ワードを私が引いてきます。そっから5枚引いてください。まず1枚目、これ難しいって。サムライか。いや出るかい。テニス。北海道。歌を歌わす。それは言葉じゃなくて行動です。なるほど、はい、コバさん歌わなそうだな。ラスト、オリンピックということで5枚引いていきましたが、ただコバさん非常に無口な方じゃないですか。そうなんですよ。しかも私逆におしゃべりだからさ、すごい不利だと思うんだよね。一言一言のコバさんの言葉が大事になってくるかもしれないですね。ひどさん頑張っていただきます。はい、じゃあコバさんと交代をお願いします。足しびれてきて。あ、コバさん、コバさん座ってください。初登場コバ、はじめまして。お願いします。まず1枚目 NBA。 これは出さなきゃダメっしょ。出せますね、これは。モノマネさせる。みずほにモノマネさせる。これ大事ですよ。相撲。相撲。金メダル。金メダル、はい、これは結構すぐ出るかもしれない。自信があります、ね、ああ今年のね話なんで。じゃあ最後5つ目。ちょっと箱を挟んでください。欧米か。どうですか、自信あります？自信はもうあります。おらっと、ちょっと期待しましょう。はい、よし、じゃあ自分の席に戻ってください。はい、はい、ということで、しゃあ自信はあるんで今回。あるんだ。なんでさっきワード引いたばっかなのに自信だけ謎にあるから。なんでそんな自信あるの。むしろ怖いんだけど。お互い慎重に喋りながらもカメラは回ってますんで、視聴者の皆様を楽しませるようなトークを繰り広げてコンビニの新商品紹介撮影していきましょう。しゃあ、では準備ですか。 OK です。 OK です。ゲームスタート。じゃあ行くよ。皆さんおはこんばんちは、ひろぎみさほです。はい、ということでですね、本日はコンビニの新商品紹介、イエーイ。じゃあ1個目いきますか。いきましょう。こちらバター香る北海道産たらこのパスタサラダですね。これでもなんか商品名大丈夫、私が紹介していいの。大丈夫です。いいんだ。大丈夫です。じゃあそれはそれでいいか。これまずかけちゃいますね。はい、最近東京オリンピックがうんうん、じゃないですか。はい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 、はい、皆さんもう頑張ってますけど、うん、はいはい、オリンピック伊蔵さんは見ましたか。そんなに見ていなくて。え、見てない。そんなに見ていなくて。実はスポーツとかは好きですか。スポーツ好きよ。でもやっぱ見るのよりね、やる方が好きなんだよね。ちなみに料理では何系が好きなんですか。料理はね、でもラーメン好き。ラーメン好き。うん、ラーメン好きだよ。小麦粉はねちょっと中毒性あるよね。食べるとどんどん食べたくなってしまうかも。めっちゃうまっ。セブンイレブンってなんかコンビニソングみたいなあったっけ。セブンは多分ないんじゃないかな、うん、あ、なんだっけ、ほら、
あーなんだっけ、あのおにぎり食べてるシーンとかにさ入るさ CM。 僕んちあのテレビない、ない。あ、テレビ置いてないよね。そうそう、だからスポーツ結構自分が好きで、うん、観戦するんですよね。今まで観戦とかあります？あ、でも野球は見てたよ。なるほどなるほど。日ハムがいるからさ、北海道。あー、北海道の近くですもんね、うん、なるほどなるほど。はい、ということで続きまして紹介する商品はこちら、飯田商店監修醤油ラーメン。ここの店は超有名ですよ。あ、有名なんだ。湯河原、湯河原行く？旅行があまりしない人なんで。あ、そうなんだ。します？自分ってもさ、結構旅行はする。まあ、するって言っても帰るのがやっぱ多いかな。あ、北海道ですね。うん、ね、北海道だよね。北海道の料理って何が、うん、ラーメン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 も美味しいよ。結構まあ洋服結構買いに行くんですけど。はいはい。ファッションが好きなの。ファッション結構好きですね、僕。まあでも拙者は着物が着たいでござるな。着物似合うね。でもみずほさん絶対似合う。突っ込んでよ。侍か。違う違う。ちなみにヨーロッパだったら、ヨーロッパなんていう、みずほさん。どういうこと？ヨーロッパだったらなんていう。もしまあ自分が、うん、まあ行ったらとかの、いればどういう風に言いますか。ツッコミ、ツッコミ、ルネサンスとかじゃない？ルネサンス。とりあえず人のネタでいじるかな。いただきます。醤油ラーメン食べてきます。これうまいね。北海道とかってやっぱり芸能人がやっぱりいっぱいじゃないですか。そうね、やっぱり芸人さんが好きで、北海道の芸人さんといえば有名な人はちなみにオクラホマさん。結構やっぱローカルテレビとかのロケはめちゃめちゃオクラホマさん出る。他になんかいません？なんかタカトシさんかな。あー、なるほど。ツッコミが僕好きで、うんうんうん、なんてあの人たちいつもなんかなんかいません？なんかの人たち。はい、 NG ワードチャレンジ。ほら出ました。じゃあ一旦ゲームストップしましょう。私の何の言葉を聞き出したでしょうか。欧米化。正解。下手くそ。下手くそ。みぞさんが5ポイント追加でございます。全てが今ね繋がった。ヨーロッパの話出て、なんて突っ込みますかで、ゲーム再開です。あー、ごちそうさまでした。耳でした、非常に。うまっ。じゃあ次は、はい、多いね、確かに今日メインシリーズだね。メインが多いね。エビのトマトクリームスープパスタですね。はい、いただきます。うまっ。中村さんどこだっけ出身？福井県ですね。そっか、ちょっともうちょっとうざいでしょ、私が魚介は北海道でやってやるの。でも負けます。いやいや、福井だって美味しいしょ、海鮮。北海道の海鮮は本当に美味しいんですよ。だから結構僕北海道も年に2回ぐらい、うんうん、まあ、結構まあ旅行で行ってたの？行くんですよ。あ、そうなんだ。行ったことないのかと思ってた。行ってます。ラーメンの旅、スポーツ観戦ですね。野球、スポーツが好きなんですよ、本当に。え、本当に。あ、そうなんだ。で遠征するほど好きなんだね。そうなんですよ。スポーツの中でも3年前に北海道で有名なスポーツ選手が行ったんですけど、見に行ったんですよね。野球？それは野球ではない、ま、あ、じゃない。何のスポーツなの？まあ団体競技なんですけど、感動というかですね、日本の文化というか。日本の文化の団体競技のスポーツなの？そうそうそう。え、それ何？今クイズ出されてる？はい、私がクイズ出されてるのね。何のスポーツかってろってこと？日本の文化ですね。文化ね。大丈夫、それそのスポーツ名当てたら NG ワードじゃない？空手とかね。北海道といえば大根抜きしかないわ。それ見に行ったん？観戦しに行った。小学生対小学生だったけど。じゃあ最後行きますか。こちらですね、パッタイ台風焼きそば。いただきます。うまい。雪国の人ってさ、甘い味付け好きじゃない？大好き。え、そうだよね。なんか私なんかそういう寒いところは甘い味付け好きみたいなイメージあってさ。そうそうそう。子供の頃はどんな子だったの？家には帰らずに公園とかでドロンコにあってね、今思い出したらいいなと思いますね。万博ボールだったんだ。そう。この前さ思ったんだけどさ、小学校の頃の校歌ってまだ歌える？覚えてない。覚えてない。君がよとかね覚えてるけど。君がよ。君がよ。まあ、君がよ覚えてる。あ、じゃあ校歌の代わりに君が代を歌うことが多かったってこと？君が代を先に歌ってから効果ってコバさんが歌う歌うって意味全然ないもん。君が…いや、いい声だった、いい声だった、いい声だった、渋いいい声だった。ちょっとさ、戻るんだけどさ、さっき言ってたさ、日本の文化の興味何だったの？自分も小学2年生までは言ったんですよ。なんでそんなカタカナにさ、スポーツ名言わないの？
スポーツとかって結構昔とか結構よくあれしてました。スポーツはしてたよ。あ、してた。結構してたと思う。好きなスポーツ言ってください。テニス。あ、テニスだったんだ。サッカー、野球は世界のスポーツだねって思っちゃうね。うん、そうそう。思わない？いや、なんか、思うけど。思うし。で、私はずっとね、ずっと気になり続けてるの、その競技の話。でも私だけじゃないよ。これ見てる人も絶対気になってるから。結局何だったんだろう。何も出てないからね。なんで言わないの？なんで言わないの？ザ・日本のスポーツ。ザ・日本で団体競技で、何人団体って。小中高とか団体競技があるスポーツ で大人はやらないってこと。大人もします。一チーム何人。5人が多いね。5人じゃない時もあるってこと。いや、基本5人だけど、小学校とかでは3人とかね。ちょっと NG ワードチャレンジ。ほら、私の言わないってことでしょ。 NG ワードは何でしょう。剣道。残念。違うんだ。特に募集とかないんですよ。全然ですよ。え、それって剣道じゃないの。じゃない。じゃないんだ。なんだ、団体で5人で小学校だと3人って剣道だと思ってた。え、結局正解は何だったの。相撲です。相撲って団体なの。団体もある。小中高とかわんぱく相撲って言って団体競技があるの。大将。そうそうそう。へえ、わざわざ見に行ったんだ。見に行きましたね、昔。コバは大丈夫ですか、チャレンジ使わなくて。大丈夫。見つけられてる自分の NG ワードないんだよな。ない。いやー、すごいです。探してんだけどな、ないんだよな。さあ、じゃあ、YouTube のこの新商品紹介の締めをお願いします。はい、こんな感じでね、4つ食べてきましたが、ぜひぜひ皆さんも実際に買ってみて、食べてみてください。で、食べた感想とかあったらぜひぜひコメント欄までお待ちしております。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。したっけね。終了。いや、私これかなりね、コバさんから点数取れたと思うよ。なるほど。結果発表させていただくんですが、実はこのワード5つの他にもシークレットワードをちょっと用意してまして。まず、みぞこさん、開いてください。いや、これは言うって、うまっ。うまっ、言うでしょ、こんな、はい、だって美味しかったんだもん。ちなみに、美味しいは抜きです。これ入れてません。うまっか、うまいは入れてます。なるほど。あー、覚えてないな、でも言ってそう。小川さんが言ったらいけないワードです、はい、開いてください。そうですね。はい、まあ、これそうですね、言ってそうだけどね。言ってたね。ちなみに、そう、そう、そうとか相槌、そうは入れてます。そうですね、はい、ただ、確かにとかは入れてないです。なるほど。ということで、そちらも踏まえたので結果発表いたします。さあ、このご飯代、あと私のあのこの後の夜ご飯もあるんで、それちょっとあの皆さんにちょっとおごってもらう予定なんで。わかりました。まずじゃあコバさんのポイント発表です。みぞおさんから NG ワードを引き出した回数、そしてこのシークレットワードを言った回数、コバさんポイント8ポイント、みぞおさんポイント67ポイント。それちょうだい。67対8でみぞおさんの勝利。最悪な試合の。もう分かんなかったんだもんね。分かんなかった。何だろうと思って。CM とか違う。 CM じゃない。全然違う。欧米化、これはやめたやつですね。チャレンジのやつですね。なんでここは入ってないやつ。ジビエ。ジビエね。はいはいはい。最後の締めで食べてほしいジビエやっていうところを言えばだったけど、そこをまさかの焼却と。なんか商品紹介なんで。金メダル。だから私が見てないって言ってからやばいと思ったでしょ。相撲、この国技のやつ、相撲って言って合図でねみたいな。でもそっから相撲は一回も言わなかったんで、ここは実に1ポイントだけなんですよね。私も今一回言って、あ、もうこれでやめようと思ったもん。そして最後、モノマネさせると。モノマネさせる。そうそうそう。何させようとしてたの。モノマネさせようとしてたの。全然なんかその動きがなかったから。ね、本当欧米かやったら。でも私が二度美味しいだったんだよね、きっと。うま、うまい。これが7ポイントということで、合計8ポイント。小林さん8ポイント。ほぼうまいじゃん。侍か。あー、はいはい。なんで突っ込みますって言ったら侍かで言った後に、そっからヨーロッパはっていう、その欧米の方に持ってき方も下手くそだ。で、続いての NG ワードがテニス。テニス言いましたね。はい、だな。綺麗に引っかかると。いや、これちょっとあのリプレイでご覧ください。好きなスポーツ言ってください。テニス。あ、テニスだったんだ。そして3つ目、オリンピック。自分発信だったよ。自分発信だったんですね。あの自分発信のあの言葉がチェック入ってるんで。
あ、歌を歌わす。あー、なる、あー、そこか。北海道、北海道なんかめちゃくちゃ行ったっすよね。めちゃめちゃ行ってます。12回言ってます。北海道は行っちゃうよ、これ。最後に、そうですねと、そう、こちらが45回です。めちゃめちゃ行ってる。行ってましたね。みぞおさんの勝利となります。あいづちはね、俺も今そうですねとか言うんで、でもなんか確かにとかも結構言ってたんで、割と旅行使いの人なんだと思ったんで、ちょっと最初の方はペン進まなかったんですけど、後半ほとんどそうですね。そうそうそう、楽しくなったらもう言っちゃう。これは言っちゃいますよね。そう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 そはい、ということで、よかったら皆さんもですね、ぜひお友達とかと NG ワードやってみてください。ということで、本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。面白かったなって思ったコメントとか、やってほしいゲームがあったらぜひぜひコメント欄までお願いします。高評価、チャンネル登録もお忘れなく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。したっけね。